朝鮮赤十字会とは、朝鮮民主主義人民共和国の赤十字組織である。国際赤十字赤新月社連盟に加盟している。略称は朝赤。諸外国の人道主義に基づいた民間団体の赤十字会とは異なり、朝鮮労働党統一戦線部に帰属する工作機関である。人道的な民間事業を行う団体ではなく、朝鮮労働党で所管している。 対外宣伝用のダミーである。また、北朝鮮に暮らす人民にアクセスする窓口は一切なく、北朝鮮からの亡命者で赤十字者を北朝鮮国内で見た者も,もおらず、電話帳にも番号が一切掲載されていない秘密機関である。2002年10月15日、日本人拉致被害者5人の一時帰国に同行して来日したリコリン副書記長と、 僕、秀夫道法事業部員は、統一戦線部所属の工作員であった。統一戦線部は、テロ活動は終わないが、その代わりに、海外の朝鮮民族に対する把握と包摂、在外主要人物の包摂、対韓国との水面下交渉、赤十字会の看板を使っての対外交渉、対外情報収集などを行っている。また、宗教界指導層への工作も、 活発に行っている。北朝鮮では、対韓国、対日本外交は、統一戦線部の管轄であり、北朝鮮外務省の仕事は、韓国、日本以外に対する外交であり、互いに干渉しない。したがって、北朝鮮拉致問題に関して、日本側が相手にすべきなのは朝鮮赤十字会と、同一部署に入っている在日本朝鮮人、総連合会であり、また、 アメリカ合衆国のような影響力のある第三国もしくは赤十字国際委員会などであって、石化統一工作機関である朝鮮赤十字会への要請や訴えは意味がなく全く効果がない。朝鮮赤十字会の実態を知る人からは日本赤十字社はテロの総本山と交渉してきたとの警告がある。2000年11月に 警視庁公安部が逮捕した朝鮮総連の元幹部も赤十字社が他の工作機関と密接に関連していたことを裏付ける供述をしていたという。なお、東ヨーロッパの社会主義諸国の支援で建てられた朝鮮赤十字総合病院は一般国民にもよく知られた病院であるが、朝鮮赤十字会とは直接の関係はない。 2001年現在の職員数は213人であるという朝鮮戦争反問店。ありがとうございます。